ファンキッシュの石川亮です。今日は東京の自宅から僕のスニーカーのコレクションを紹介します。小学生の時からバスケットボールをやってて、その時に初めてコンパスを親に買ってもらって、ずっとバスケをやってたんだけど、1992年のオリンピックでドリームチームでマイケル・ジョーダンとかみんながそのすごいエキサイティングな試合をずっと見て、その時に本当本格的にこういうなんだろうバッシュ、バスケットボールシューズにすごく興味を持った。これはフラグメントとコラボレーションした、これ去年ですね、2015年のジョーダン1で、今はすごくジョーダンが気に入っていて、まあ、この辺を気分で日替わりで履いてます。まあ、この辺はもう定番 の, 昔の復刻のカラーなんで、懐かしくてよく履いてます。でこれは最近復刻したちょっとレザーの仕様が違う赤黒のジョーダン1です。これは2001年かな、はい、これはデニムを履くときによくブルーが履いてます。白グレーはあんまり履かないかもしれないですね。なんか昔なかったのかな、なんかこの辺は古いジョーダンが本当に履いてたからで、こっちは多分後から出てきてるコンビネーション、古いものが好きかもしれないです。次はまあイージーですね。世界的にみんなが今欲しいスニーカーだと思うんですけど、すごく最初は友達にもらったんですけど、軽くてめちゃくちゃ履きやすいです。みんなが本当に欲しがる以上になんか価値があるような、これは黒と、でも黒が一番忘れやすいので黒が一番履くんですけど、それのグレーと750はちょっと重いんで、あと夏は暑いんで履けないんですけど、はい、これから涼しくなってきたらと、これはつい最近出た一番新しいものですね。これまだ一回も履いてないです。修具だけして、今新しいパンツを作ってるんで、それスニーカーに合うパンツを今開発してるんで、それができたらそれと一緒に履こうかなと思ってます。これはバンキッシュの10周年の時にプーマズを作ってもらった、プーマ渋谷というモデルです。ここは通常はプーマスウェードって入ってるんですけど、ここが渋谷になってて、ベロのデザインは渋谷のスクランブル交差点のデザインで、全体が渋谷の街を表してるんで、 夜ですね、夜の街を表してるので全体が黒で、ステッチだけ禁止でネオンをちょっと表現しています。次はこれも永遠の定番というか、自分が一番多分人生で一番履いてるスニーカーだと思います。これはセブンティーズのモデルで、日本では買えないんですけど、これはいつも常に20足ぐらいは家にキープして、で海外に行くたびに見つけては買ってキープしてます。本当に一番好きなスニーカーはこれですね。